反省しのの言葉は受け入れられらたのでしょうか加計学園の問題を巡って安倍総理大臣は印象操作だとして強く反論してきた姿勢や文科省の文書への対応が二転三転したことなどを深く反省するとして訂正をアピールしました。その一方で 獣医学部の新設については歪められた行政を正すものだと強気の姿勢を崩していません中継です安倍総理大臣は今日の自民党役員会で築城3年、落城一日だ気をつけないといけないと述べ党内の結束を求めましたさらに、安倍総理は苦節3年半の野党時代のことを念頭に謙虚に政権運営に当たることを改めて確認しました。 4年前の原点に立ち返り、建設的な政治があ実現できるように、政権政党として責任を果たしていかなくてはなりません自民党内では、安倍総理のおごりを心配する議員から、ああいう反省の言葉はありがたいと安堵の声が出ています。一方公明党からは国民の理解を得ることが大事だ とさらなる辞聴を求める声も出ていますこれに対して野党は国対委員長会談を開き加計学園の問題で閉会中審査の開催を引き続き求めることで一致しました支持率をこれ以上下げたくない安倍総理としては低姿勢をアピールすることで党内の不協和音を抑え込む狙いもあります